モータースポーツニュースホンダサウンド。のホンダサウンドトップニュースは10月6日、イギリスの名門サーキットとして名高いブランズハッチで行われた F1 世界選手権シリーズ第14戦ヨーロッパグランプリの模様からご覧いただきましょう。85年 F1 チャンピオン争いもいよいよ大詰め、あと3戦を残すのみとなり、会場には早くから熱狂的なファンが訪れ、その数12万人という大観衆に埋め尽くされました。さすがイギリスと感心させられるセンスの良い若い女性ファンが目立つ会場で、ファンのお目当てはやはり地元ウィリアムズホンダチームの活躍です。そのウィリアムズホンダチームは前回のベルギーグランプリで好成績を残し、さらにマシンにいくつかの改良を施してこのヨーロッパグランプリに臨んでいます。予選ではマンセルが1分08秒059で3位、そしてロズベルグは1分08秒197をマークして4位と、2台とも好位置からのスタートとなっています。26台のマシンがグリッドに整列、シグナルがグリーンに変わってスタートです。コーナーを大回りしながらトップ、後ろには2台のウィリアムズホンダがつけます。おっとマンセルがアウトに孕んだ。2位はロズベル、マンセルは4位。9周目ロズベルグがセナにアタック、おっとスピンです。直後にいたピケが追突しました。ピケはこれでリタイアです。ロズベルグは左リアタイヤをバーストさせてピットイン。さあ何秒でタイヤを交換できるでしょうか。ロズベルグピットアウト、しかし順位を23位まで落としてしまいました。そのロズベルグの後ろにトップのセナ、2位マンセルが迫ります。ロズベルグがセナをブロック、その間にマンセルがセナをパスしてトップに立ちます。ロズベルグがマンセルに道を譲り、セナとの間に割って入ります。ウィリアムズホンダチームが素晴らしいチームワークを見せます。ぐいぐいと2位以下を引き離すマンセル、これはフェラーリのアルボレト、
マシンから火を吹いています。現在シリーズポイント2位のアルボレトですが、もうダメでしょう。ピットにたどり着いてリタイアです。シリーズポイントリーダーのプロストは確実に順位を上げて現在4位。そして3位を走っていたスレールもエンジンブローでリタイアです。一方、一時は23位まで順位を落としたロズベルグですが、その後猛烈な追い上げを見せて30周目に10位、52周目に7位、そして65周目にはプロストを抜いて3位へ浮上します。安定した走りを見せるマンセル、心よいホンダサウンドを響かせて F1 初優勝を目指して、12万人の大観衆の見守る中、チェッカー目指してひた走ります。デビュー以来73作目にして初の優勝、母国イギリスでウィリアムズホンダのマシンで勝ち取りました。嬉しそうなマンセル、そして後半素晴らしい追い上げを見せたロズベルグは3位、プロストは4位ながらこのレースでシリーズチャンピオンを獲得しました。最長の走りを見せるウィリアムズホンダ、明けて第15戦南アフリカグランプリでもマンセルがポールポジションを獲得。スタート、マンセルトップに立ちます。やや出遅れたロズベルグは6位。ロズベルグはその後素晴らしい追い上げを見せて、5ラップ目にはマンセルの後ろ2位につけます。8周目、ロズベルグがマンセルをパス。しかしウィリアムズホンダチームのワントゥー体制に変わりはありません。一旦はトップに立ったロズベルグですが、その後ピットイン、順位を5位まで下げてしまいます。再びトップに立ったマンセル、2位以下を大きく引き離し独走します。ロズベルグは再び2位へ上がります。マンセル、ロズベルグはその後も安定した走りを見せてワントゥー体制を堅持。マンセルがヨーロッパに続き2連勝、ウィリアムズホンダ3勝目をワントゥーフィニッシュで飾りました。この模様は来月号のホンダサウンドで詳しくお伝えします。乞うご期待。大人たちの朝がやってきます。これが新しいアコードエアローテッチ。さて続いては宮城県スポーツランド菅生で行われました第22回日本グランプリモトクロス大会の模様をお伝えしましょう。シリーズ最終戦ともあるこの大会、日本選手とともに海外のトップライダーも参戦して国際色豊かな大会となりました。
特別ご来賓として高松の宮殿下をお迎えしてのレース前のセレモニー、選手も幾分緊張気味です。お会いできますことを私喜ばしく存ずるのであります。そして恒例の記念撮影、さすがは日本グランプリにふさわしい光景が見られます。それではまずはじめに国際 A 級 125cc クラスのヒート1をご覧いただきましょう。ゼッケン3番、現在シリーズポイントで2位につけている佐藤健二。ゼッケン4番は巻き返しを図る井田勲。さあ各社一斉にスタート。まずトップに立ったのは3番佐藤、その後ろを7番谷川、4番伊田と本田勢が続きます。スムーズなライディングで早くも佐藤、2位以下を引き離しにかかります。岡部に36ポイント離されていますが、このシリーズの結果によってはまだ逆転の可能性がある佐藤、最初からかなり気合が入った走りを見せます。1周目は井田が2位につけ、谷川は2位から5位に落ちてしまいました。豪快なジャンプを見せる佐藤、それに比べシリーズトップの岡部はやや出遅れ気味。その後も佐藤は徐々に伊田との差を広げ、快調にトップを走ります。負けじと佐藤を追う伊田、こちらは5位争い、谷川と小橋が激しいデッドヒートを繰り広げます。周回を重ねてトップを行く佐藤に伊田がじりじりと迫ってきました。そして迎えた最終ラップ、佐藤伊田の差はごくわずか、激しいデッドヒートを繰り広げます。さあ最終コーナー、おっと両者接触、結局佐藤が伊田の猛追を振り切ってゴールイン。第1ヒートの結果はご覧の通りです。続いて行われました第2ヒートでは、1周目で佐藤は転倒してしまい、7周目でトップ伊田を抜いた岡部がそのままゴールイン。第2ヒートの結果はご覧の通り、岡部はシリーズチャンピオンとなりました。総合結果では両ヒート2位に入賞した伊田が優勝を飾りました。さて次は国際 A 級 250cc クラス第1ヒートの模様をご覧いただきましょう。ゼッケン01番 500cc クラス世界チャンピオンとなったデビッド・ソープ、ゼッケン06番日本でもおなじみのデビッド・ベイリー、ゼッケン03番ジョニー・オーコとジョニー・オマラと華やかな顔ぶれに対し、現在シリーズポイントトップを行くスティーブ・マーチンと東福寺康夫との激しいチャンピオン争いも見ものです。さあいよいよスタートです。各社一斉にスタート。
まずトップに立ったのは06番ベイリー、その後ろを02番ジェフワー、そして25番トーフと続きます。スネークコーナーに入って順位が入れ替わり、ワードがトップに立ちますが出口付近で転倒、大きく順位を下げます。1周目トップで戻ってきたのはベイリー、素晴らしい走りです。ワードの転倒で2位に上がった東福寺、オマラ、ソープとそれに続きます。期待のソープは2周目で転倒して大きく後退、一方ベイリーは圧倒的な速さで2位以下を引き離しにかかります。3周目オマラが東福寺を抜いて2位に浮上、先ほどの転倒で交代したソープですが、さすがにワールドチャンピオン、ぐんぐんと順位を挽回していきます。外人勢に混じって健闘していた東福寺は14周目で転倒してしまいました。その後ベイリーは圧倒的な速さでトップを独走、2位にはオマラが追走しますが差は徐々に広がっていきます。結局ベイリーがオマラを振り切りゴール。第1ヒートの結果はご覧の通りです。期待のソープは4位でした。続いて雨の中行われた第2ヒートをご覧いただきましょう。第2ヒートも立ち上がりトップに立ったのはベイリーでした。完全優勝を狙うベイリーに続き、またもや2位はオマラ、その後ワード、トーフジと続きます。期待のソープはぬかるんだコースに手こずり精彩を欠いています。一方ベイリーは確実な走りでその後もトップを独走、必死に追うオマラと第一ヒート同様の展開となりました。こちらはシリーズチャンピオンのかかった東福寺が3位と健闘、シリーズトップのマーチンも5位と1台置いて続きます。その後雨足も激しくなりコースは最悪の状態となりましたが、ベイリーが悠々と独走態勢に入ります。3位と健闘していた東福寺ですが、他者の転倒に巻き込まれ大きく順位を後退してしまいます。おやおや、これではレースどころではありませんね。結局第2ヒートもベイリーが楽々とゴール、完全優勝を果たしました。第2ヒートの結果はご覧の通り、この結果両ヒートともに確実に入賞したマーチンが東福寺を抑え2年連続のシリーズチャンピオンを獲得しました。ご機嫌いかがですか、栗原美希です。今月のインフォメーションは三宅島ツーリングのお知らせです。バイクで、ATC で、思いのままに、気ままに過ごす3日間、楽しい企画もたくさん用意して皆様の参加をお待ちしています。お申し込み、お問い合わせは東京 03-432-4551 東海汽船テレフォンセンターまで。世
回のモトクロスレースで実証された RC の戦闘力と最先端のツーサイクルテクノロジーが今 86CR に。RC 戦闘力の継承 CR250R CR125R CR80R 今断然注目を集めています。海外でホンダ F1 が活躍すれば、こちら日本のホンダ勢の活躍も楽しみなところです。それでは10月13日鈴鹿サーキットで行われた鈴鹿300キロ自動車レースの模様をご覧いただきましょう。すでに国内 F2 レースで2年連続全日本鈴鹿両シリーズチャンピオンに輝いている中島悟が、先の第3戦からシビック SI でグループ A のレースに参戦。このレースでもその活躍が楽しみです。その中島とコンビを組むのは中古治。さあ、どんな走りを見せてくれるでしょうか。レースは東コース1周によるローリングスタートで切られました。前から残り5枚、その後ろから第4位がポールから好スタートを切って中島がトップをキープ。2位は星野薫がつけます。試験員、どうやら大排気量のベーエンベーを狩る長坂直樹が星野を抜き2位に上がったようです。パワー差を生かしてトップ中島に迫る長坂。4ラップ目、スリップストリームから長坂が中島をパス。しかしさすが中島、すかさずベーンベーのスリップストリームに入ります。スタート直後晴れていたコースに14周目あたりからポツポツと雨が降り始めました。その中を中島はぴったり長坂をマーク。ヘアピン、トップで来たのは中島、シビック SI です。2位には星野、どうやら長坂はスピンして3位に落ちたようです。次第に強くなる雨にコースはウェット状態、スリップするマシーンが続出します。スリックタイヤ装着のままトップを行く中島。2位以下のマシーンは続々とピットイン、タイヤをレーンに履き替えます。どうやら中島はドライバー交代をするまでスリックで走り切る作戦のようです。ぶっちぎりのトップとなった中島、雨の中スリックタイヤにもかかわらず2分40秒台の素晴らしいタイムで快走します。2位には星野中谷組、3位には戸平萩原組がつけます。規定ギリギリの34周を走り抜き、ドライバーは中島から中子にバトンタッチ。レインタイヤを得て中子ドライブのシビック SI はトップを快走します。さあ中子チェッカー。それにしても並み居る大排気量車を抑えて 1600cc クラスながら総合優勝を果たしたホンダシビック SI、 さすがですね。
今度は南に向かって走ろうか。季節は今 DOHC ロマン Pure Spirit ホンダインテグラホンダベルノから。さて続いては9月15日から19日までの5日間にわたって行われた中国初の国際モータースポーツイベント85年香港北京ラリーの模様をお伝えします。30度を超す蒸し暑い香港をスタートして北京までの3800キロを走破するこのラリー、何しろ中国始まって以来の一大イベントと言われるだけに、道中は人の波、沿道のすべてが人波に埋め尽くされているため、ドライバーたちは思わぬスロー走行を強いられ、オーバーヒートやクラッチを壊すマシンが続出。その中を大久保渡辺組が狩るホンダ CRXSI は高いポテンシャルを示し、初参加で見事クラス優勝を飾り、そのスポーツ性をラリーにおいても発揮しました。続く9月20日から22日ヨーロッパ選手権の一戦として行われたキプロスラリーでは、シビック SI がノントラブルで走り抜き、高いポテンシャルを発揮して見事クラス優勝を飾り、ホンダ DOHC エンジンの実力を証明しました。今年もトップドライバーを迎えて熱い戦いが展開される全日本 F2 第8戦 JAF 鈴鹿グランプリ自動車レースは11月1日から3日まで鈴鹿サーキットで行われます。全日本選手権トライアルもいよいよ最終戦を迎えます。第13回日本グランプリは秋も深まった11月10日山形県の栗湖国際スキー場で行われます。TTF3SS400 クラスで行われる鈴鹿オールスターオートバイレースが来る11月17日鈴鹿サーキットで開催されます。それではホンダサウンド来月号をお楽しみに。